どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズとハニーさんです、はい、いや皆さん、はい、とうとう終わりました、ガズレレ生誕10周年記念イベントということで、東京、大阪、名古屋、回ってきまして、昨日はね、名古屋最終日千秋楽で、はい、ハニーさんの縫い物時間店と G ラボポップアップショップ同時開催ということで、やったんですけど、本当皆さんね最高でした。最高めくるめくめくるめくめくめくタイム、本当にありがとうございます、はいはい、思い返せば5月14日、うん、東京の吉祥寺で昼の部夜の部の、うん、なんと2部制をやってて、うん、まあひっくり返りそうなぐらい感動の嵐で終わりまして、昼の部も夜の部も、うん、それでもすごいいい気分でですね、南信州に帰ったところですね、はい、その後、うん、がっつり風邪ひきまして、親っていうね、親とまあ、報告してるんですけどね、うん、でちょっとあの一応大事を取って病院行ってね、コロナの検査を受けて、うん、まあ、コロナではなかったんですけど、それにしても強烈に体調を崩しましてですね、うん、もう大阪名古屋はちょっとこれ開催危ぶまれるかってところまで近かったんですけど、なんと大阪に来たらめちゃめちゃパワーが湧いてきちゃって、みんなのおかげで、うんうん、もう大盛り上がりですよ。大阪からすごかったよね。大阪も関西パワーいただきましてですね、うんうん、そして一夜明けて昨日、うん、昨日も早起きして名古屋にまで移動してきてですね、はい、兄さん縫い物時間ってどうでした？もう最高だった。最高、うん、あ、そうだ、ちょっとこれせっかくですから画面にそのイベントの写真もちょっとシェアしていこう。まず吉祥寺の様子です。はい、今映ってると思うんですけど、まあ天井もここ高くてね、そうだね、すごいちょっとホールみたいな感じのライブハウスでね、皆さんとこう一体感がすごく、こう空間作りもすごく良かったなということなんですけど、まあいろんな写真こう見ていただくとね、雰囲気は伝わるかなと思うんですけど、はい、はい、そんな感じでしたと、はい、はい、そしてまあ風邪ひいちゃって、で行われた大阪の写真がちょっとこちらになります、うん、また関西は関西で独特のね、ノリがあってですね、うん、なんとかフランクな、そうだね、フランクだね、なんかそうみんな喋りかけてくるようなね、うん、あのワイワイやるような家庭内みたいな雰囲気で、うん、はい、こんな感じでまたいい雰囲気 の空間を作って、まあその場とその場で違うからね、そうなんです、はい、そして、昨日の昼間開催した縫い物時間の写真もぜひ見てもらいましょう、はい、どうでした縫い物時間って。いやもうね、いろんな方にお会いできて、うん、でもその質問をねしてくださって、うん、はい、いろんな話したりとか、うん、あとみんなその実際物を触ったりとかね、あ、手に触るとね、裏どうなってんだろうとか、うん、実際見てもらって、うん、もうなんかすごいキャッ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 ね、女子同士でやっぱりね、そう、好きなもん同士でね、うん、一緒に話せるっていうのはね、うん、はい、今写真も見てもらったんですけど、すごい点数ですね、商品出店がね、そうだね、なんかねやっぱりそうね、こう作ってきたものたくさんね、そうそう、だから僕もねこんなにいっぱいハニーさん作ってたんだなと思って、うん、はい、なんかどっかでレポートするんですか、また動画とかね、はい、ラジオにもね、じゃあ縫い物時間のことはまたね、うん、概要欄とかに貼っとくんでチェックしてください、はい、そして G ラボポップアップショップも、うん、行われて、ね、結構皆さん試走してくれて結構ね、うん、旅立っていきました、うん、あのガズのウクレレたちが良かったです、はい、出会えた方おめでとうございます、本当にね、はい、でそうだ、今ちょうどね、インターネットの方でも G ラボウクレレ販売と予約受け付けてる期間中ですので、はい、ぜひガズレレ公式ホームページで、うん、今ご予約と注文できる期間です、うん、物があればすぐ発送ですからね、うん、ぜひ概要欄に載っておくんで見ててください、はい、そしてお待ちかねの昨日の夜の部名古屋、うん、これがもう盛り上がったな、本当盛り上がった、千秋楽ってだけにですね、うん、もうなんかすごいエネルギーでしたね、すごかった、ガズさんも東京大阪でなんかこう培った全てがこう、そうね、こう昨日ね、わーっとね、重なって奇跡のような、うん、夢に出てきそうな、夢の中にいるようなね、すごい瞬間でしたね、本当にそうだった、いやー本当に一緒に過ごしてくれたみんな本当ありがとうございます、そしてすごいありがたいと思うのはやっぱ自分の体です ね、もう一回は風邪ひいてもうダメかなと思ってた、いやーもうびっくりしましたけれども、はい、写真ご覧ください、名古屋もね、まあ本当独特の雰囲気で、みんなでねセッションする時にはもう本当みんなでねと、ワイワイ向かい合って弾いたりなんかして、かなり素晴らしい時間を、ね、そうそう、なんかあんだけ100人ぐらいいるのにもう一体感がすごくてね、もう本当ね愛と興奮と涙のめくるめく時間でした、ガズさんのいい話も炸裂で、そうね、そうなんです、うん、はい、まあそんな感じで駆け抜けたこのガズレレ10周年記念イベントですけど、はい、本当ね無事終了しまして、うん、あとはもううちに安全運転で帰るだけということになりましたけど、ね、これからもね引き続き、積み上げを楽しくレッスン動画公開して、ね、ハニーさんも縫い物時間とかね、はい、夫婦でセッションとか、うん、あガズピアノとかもねあるから、ね、もう久々にやりたい、そうそう、ガズギターも今日日曜日だけどねちょっと無理かなって感じですけど、そうですね、まあまあそういうの積み重ねでね、たまにこうやって皆さんにお会いできるのが楽しみだなということ、うん、
またどっかでお会いしましょう皆さん、うん、ご参加された方ありがとうございました。残念ながらちょっと今回参加できなかったという方も、うん、お待ちください。いつか会えます。ガズさんに会うといいことばっか起こりますから。はい、ガズレレ本当最高でやっててねよかったなと思い知りました。みんなの感謝の声も聞けてですね、うん、最高の、瞬間をみんなと共有できて、本当ありがたかった。ありがとうございます。ありがとうございます、はい。ご報告動画でした。イベントの翌日はもうね、うん、こんな感じで近所のね緑のあるところで、ね、今日も天気がいいよ、ね、見て、ね、そうもう雲一つないよ、うん、うん、すごい。はい、そんな感じでした。はい、はい、また、ガズレレ縫い物時間、いろいろあちこちよろしくお願いします。バイバーイ。